ギルティギアゼクス、ドリームキャスト版2000年12月14日発売、プレイステーション版2001年11月29日発売。この1年の間に何が起きたのかプラスになっております。プレイステーション2版違いを見ていきましょう。まずはオープニング比較いきましょう。オープニング比較です。さあ違いは現れるのか。この後ね、処理速度の比較やるので、そちらの方はカットしております。さあ同時に流れるオープニング見比べてみてください。結構スピードの差が出ましたね。それでは処理速度の比較いきましょう。まずは起動してからオープニングが流れるまでの処理速度。さあどちらが早い？プレイステーション、懐かしいこの画面、そしてドリームキャスト。さあドリームキャストはね、システムのねあれとかないんで、もうこのまま行きます。でプレイステーション、ここで読み込んでおります。さあここでも結構差が出ました。21秒11、ドリームキャストも起動しました。でもオープニングスタートです。プレイステーション、まだ読み込んでくれない、なんかあるんでしょうねソフトが。ということでここで読み込みました。さあまだ来ないよ、まだ来ないよ。はいプレイステーション2、結構かかってんのこれ。いやということでね、起動自体はドリームキャストがかなり早いですね。はいプレイステーション2、ここでメモリーロード、メモリーカードロードです。で58秒68、マイナス37秒57、38秒差です。倍以上かかりましたプレイステーション2。さあ引き続きまして次の比較いきましょう。はい次はね、キャラ選択から戦闘までの処理速度。さあどっちが早いのでしょう。起動スピードはドリームキャスト版の方が速かったです。あ、こちらはプレイステーションの方が速い。ドリームキャスト遅れてますわね。最初の読み込みで結構読み込むんですかねプレイステーション、どうなんでしょう。分かる方がいればコメントよろしくお願いします。プレイステーション相手はファースト。さあドリームキャストもファースト。はいロード入りました。ナウローディング、あでもプレイステーションの方早い。ドリームキャストナウローディング出ないんですね。はいプレイステーション戦闘開始。はい39秒61、ドリームキャスト42秒51、マイナス2秒90差、約3秒差ですね。結構微妙に差が出ましたね。プレイステーションの方が早いみたいです。さあ次までの戦闘の処理、暗くなってからカウンタースタート。さあここで差が出るのかな。やろうということで、やろうということです。やろうぼー。はいプレイステーション来ました。ドリームキャスト読み込んでおります。さあ少し遅れてドリームキャスト、カウンター20秒経過。さあどちらが早い。プレイステーションの方が早いですね。はいプレイステーション来ました。ソル対ソル、はい38秒45。さあドリームキャストは45秒11、08秒68、約9秒差ですね。結構差が出ましたね。さあまずはファーストステージ見ていきましょう。キャラクターとステージの見比べてみてください。違いがあればコメントよろしくお願いします。まずはドリームキャスト、はいプレイステーション2、プレイステーション2は D 端子、ドリームキャストは S 端子出力で何になっております。
誰が姉妹か。さあ違いはどうでしたか。やはりねプレイステーション2の方がしっかり映ってますね。さあ次のお相手はこちらチップダナフということでね、こう手のとこから刀が出てるね、なんかカーズみたいな武器を使う男、チップザナフ、カーズね、ジョジョのカーズ。さあドリームキャスト版からご覧ください。くだらねえヘビちょっとしたところもねドリームキャスト版が処理が遅かったりするんですよね、ああいう時に。さあ次の相手行きましょう。次の相手はメイ、海賊船で戦うぜ。どうなっても知らんぞ。大したことなさそうだね。覚悟はできてんのか。だいぶ綺麗ですね。やっぱりプレイステーション2の方が。やっぱり D 端子の実力なのかな。メモリさん。次はジョニー。引き続きジョニー行きましょう。同じステージです。ドリームキャスト版。覚悟できてんのか。はい、プレイステーション2版。知らんぞ。あそこの剥がれてるとこは違った。右上の辺。ということで次はポチョムキン行きましょう。あ、ステージの違いあんなこれ。ポチョムキン行きましょう。どうなっても知らんぞ。さあ、プレイステーション2番。スーパーアーマーがすごく厄介です。ポチョムキ。なんか扉の感じが違うような気もする。さあポチョムキン倒して次の相手は次の相手はザトでございます。名前変わるんですよね、次のイグゼクスになると。お手並み拝見。覚悟はできてんのか。さあドリームキャスト版見てください。
すごくやっぱりメタル的なゲームですよね。マジメタルだ。さあ勝ちました。さあ次は誰がお相手、次の相手はこちら、同キャラ対戦、ソルバッドガイ、ソルバッドガイということでドリームキャスト版見ていきましょう。プレイステーション2番、次はバイケン。前作では隠しボスになるのかな、隠しボスになっていたバイケン、今回はね通常キャラでございます。最新作ではダウンロードキャラ、ダウンロードコンテンツになっております。さあ行きましょう、バイケン。生きがんじゃないよヘビーだぜ、バケモンが。さあバイケンに勝ったら次はジャムです。グラドベリージャム、グラドベリーってむちゃくちゃっすよね、あの感じが。さあチャイナ娘行きましょう、清流焼きジャム、激辛で避ければね。そしてジャムに勝った次の相手は誰だ、お前かーい、ということでミト・アンジー、アンジーでございます。和風キャラですよね。さあ行きましょう、大きい扇が武器、何発俺に当たるか、覚悟はできてんのか。
はい、アンジといえばね、個人的にはあのルローニケンシンの妙法アンジの方がやっぱりアンジっぽいんですけどね。ということでいきましょう。ミリアでございます。太ももセクシーミリアレイジ。邪魔をしないで。どくせえ。邪魔をしないで。覚悟はできてんのか。さあ次のお相手は来ました、カイでございます。カイが強いんだ。初代のカイマジ強かったですからね。ということでドリームキャスト版いきましょう。またお前か。本気で戦ってくれ。しゃあねえな。さあ次はテスタメント。もうシリーズ永遠の強キャラテスタメント行きましょう。今回も猛威を振るってるみたいですね。テスタメント、己の力量をわきまえろ。私に勝てると思うのか。さあ行きましょう。ラスボスディジーということでマジ強かった。ディジーねかなり負けました。まあそこら辺はちょっとカットさせていきましょう。ちょっと別の動画でまた作っていきましょう。はい、ということで勝ちました。エンディングいきましょう。ということで今回はドリームキャスト版とプレイステーション2版のギルティギアゼクシュディクシュンシュンなんでしょう、ゼクス、そちらの方を比較しました。いやいやいや、あのソルのねガンフレームガンフレームがねガンフレームガンフレームになったりね、ちょっと発音の違いとかね、いろいろ違いがあるみたいです。バランス調整もされたね、プレイステーション2版。やはりね、1年の差は大きいですね。
まあ、ハード の画質の出力の方もドリームキャスト S 端子、プレイステーション2の方が D 端子ということで、結構そこら辺の画質の差も出ました。いやー、ここまで差が出るとは思いませんでした。ということで今回の動画はここまで。皆さんもね、何かお気づきなことがありましたらコメント欄にてコメントよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。